皆さんこんばんは。九州シティフィルハーモニー室内合奏団の森田亮平です。アシスタントの森重です。5月15日水曜日夜10時半になりました。ここからは森田亮平の水曜ラプソディの時間です。この番組はリスナーの皆さんから寄せられた疑問や異分野のゲストとの対談を得ながら中川のクラシック音楽を見つけていこうという、そんなアドベンチャー型音楽番組となっております。この放送は九州シティフィルハーモニー室内合奏団の提供で NRS 中市レディオシンジケートからお届けしております。はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。いやなんかさ、ここって、はい、なんか中川市の地図を反転させたらアメリカ大陸になって、はい、ここがなんて呼ばれてるんだっけ。よくご存知ですね。そう、なんか昨日そんな話を聞いて。そうですよね、あの水曜日放送の中市周一ラジオでしか言ってないんですけど、まあ、中川の地図を、うんうん、まあ、南を頭にして地元の人は見ることが多いんですよね。はい、でこれを右にポッて倒して、うんうんうん、くるって裏返すと、うん、形がね、本当アメリカ大陸みたいなんですよ。で、まあ、それでアメリカっていうのもちょっとあれなんで、うん、東アメリカ合衆国っていう名をつけまして、はあ、でそうして一アメリカなんだ。で、そのちょうどアメリカでいう、はい、まあ、カリフォルニアのあたりが、うんうんうん、この博多南駅がある中バルク、はい、中バルク、中バルということで、うん、これはサンライズバーガーの牛島さん命名なんですけど、なるほど、バルフォルニア州という州、バル、あ、中バルのバルとカリフォルニアをかけて、そうそうそうなんです、カルフォルニア、カリフォルニア、うん、それが、ね、バルフォルニアという、はあ、なるほどね。じゃあ、まあ、バルフォルニアにあるな博多南駅みたいな、うもう博多南駅は、うん、ニューロサンゼルス駅ともう LA であると、ね、LA であるとねいうこと言って、まあ、うん、三重に分かりにくいっていう、うん、なんかもうね、うん、うん、ありがとう。なんだっけなんだっけって。はい、ということでですね、はい、はい、今週も始まりましたけれども、はい、まあ、まずは昨日、はい、昨日、一昨日、ね、なりますけど、ちょっとね、博多南駅で、うん、僕は奄美大島の観光大使をしているということでですね、うん、京阪、はい、ね、カフェで提供させていただいて、そうですね、ね、まあ、2階にあるカフェルルンさんを1日ワンデージャックという形で、はい、今まではね、それこそサンライズバーガーさんとか、うん、それから中村坊さんのワンデージャックがあったんですけど、あ、ね、中村坊さん行ってみたいんだよな。まだですか。まだ行ってないんですよ。すごくね、行ってみたいんですよ ね、 ね、サンライズバーガーさんは、はい、それこそそのワンデージャックの時に、はいはいはい、ハンバーガー食べさせていただいて、そうですか、うん、ね、先日はバーベキューのね、お肉もね、うん、買いに行ったりとかして、素晴らしい、素晴らしいお店があるなというね。そうなんですよ、すごいですよね、なんかこうね、なんかみんなこう、なんか個性的なというかね、いやいや、個性的なお店が多いですよね。そうなんです、うん、で、まあ、小さく個人でやっているんだけども、みんなすごい貪欲にチャレンジしてるっていう感じがして、ね、小さく個人で貪欲にチャレンジって素晴らしいですね。すごい素晴らしいですよね。それがこう集まってるっていうのがね、本当にね、すごいな、本当に本当にね。まあ、そんな中で、はい、京阪、はい、京阪ね、ね、奄美大島のこれはそう伝統料理、伝統料理ね、うん、まあ、なのでね、昨日もね、島唄のね、はい、CD をかけさせていただいて、ちょっと奄美大島っぽく ねさせていただいて、どうだった雰囲気。いやいや、いいですよ。しかも森田さんが黄色 の、うん、シャツ着てるから、なんかこう、ここはひょっとしてちょっと南かなって思う。なんかちょっと南っぽいシャツ着て、南っぽいね、南っぽい格好してたけど、いや、そうそうそう、南っぽい格好で。いやいや、まあね、そういう感じでこう、まあ、僕自身もね、はい、まあ、こうカウンターに立たせていただいてね、こうカフェでね、こう接客するとかってやっぱ初めての体験だったので、うん、そうですか、本当に本当にもう、はいはい、まあ、僕らってそのやっぱ音楽やってると、まあ、やっぱりその演奏をしていて、まあ、お客様にもちろん聞いていただくんですけど、ホールだとなかなかね、あ、お客様と接する機会ってなかなかないんですよ。そうか、まあ、しかも直接目の前で話するなんてね、そうそうそう、なかなかね、うん、うん、まあ、だから、まあ、それをやりたいなと思ってね、こう、はい、小さなサロンとかね、いろいろカフェとかいろんなところでコンサート始めたっていうところもね、あるんですけど、はい、まあね、もうついにはなんかもう音楽なしになってしまったかみたいな、本当ですね、喋るためにみたいな、自分で作って食べてもらうっていうことになってるっていうね。でもなんかね、こう、まあ、僕自身もほらこう音楽抜いたところでこうね、なんていうのかな、新しく出会った人に実はいや音楽や
やってて聞いてみませんかみたいな、そういったのもね切り口として面白いのかな。いやそうですよね、うん、結構昨日はそのいろんな出会いもあったんじゃないですか。いやもうたくさんね、うん、もうたくさん出会いもあったしね、いろんなところで人ってつながってんだなって。森重君もねだってそう うちのお隣さんの娘さんの塾の先生だったんでしょ、うん、そうそう昔ねもう10年以上前ですけどね。すごいよね。いやびっくりしました、まあ、うちも、まあ、こっちもねお隣さんが来てくれるっていうのはねすごいことなんだけど、はいはいはい、そっからさらにね。いやーすごい。まあね確かにねお隣さんが来てくれると嬉しいですね、うん、ねえほんとね、もうそれぐらいやっぱ溶け込んでるんですよ。いやそうですよ。いやでもやっぱほら中川のねそういったまあ新しく仲良くさせてねいただいている方々がたくさん昨日はね来てくれたので本当嬉しいなと思って、ねえ、まあ、予定より早く完売してっていう形でしたし、35食ねえ平日の昼間にね平日の昼間にね。いやそしてやっぱねうまかった。うまかった。あ、よかったよかった。やっぱさすが鶏飯はやっぱでもちょっと定期的に食べたいなっていう思います。あ嬉しいねそれは。もうやっぱね鶏飯って奄美大島にもちろんその専門店あるんですけど、はいはい、いろんなね、うん、僕がその作る鶏飯っていうのはこういろんな奄美の方々に鶏飯ってどこのお店が美味しいですかって聞いてみんな帰ってくる答えが、はい、自分の家の鶏飯が一番うまいって言うんですよ。だからそれだったらじゃあもういろんな人にね、はい、どうやって作ってますかどうやって作ってますかとかねほうほうほう聞いて、はい、その聞いた結果で、まあ、自分でねスープを作って、うん、なるほど。ようやくなんかこう安定してこうあこれこういうスープ作れるようになったなみたいなのがねなったので、はいはいはい、昨日もねうまいことできたなと思うんですけど、いやそうでねそのまあ、それこそ奄美の人たちとの日々のこういろんな話から出来上がったスープですからね。まあまあそうですね本当にそうそうそういろんな人とのね関わり合いでというかねつながりでしかもあのパパイヤの漬物も直送で送っていただいてそうだからパパイヤの漬物もね奄美大島でとってもお世話になってる方がいるんですけどもやっぱどうしてもねパパイヤの漬物って鶏飯の中に必要なのでなんとかちょっと送ってもらえないかなってお願いしたら、うん、もう本当に次の日にはもう届いてすごい。いやめちゃくちゃ美味しい。いやびっくりしました、うん、僕パパイヤの漬物なんか初めて食べましたけどね。これはちょっともう普通にご飯のお供で欲しいなって思いました。なんかこうねすごいね美味しいってねみんな言ってくれてね、うん、だから来月はねちょっとねパッションフルーツをね、はい持ってこれたらなと思ってんですね。おもう来月もジャックですねこれ。やろうとしてるんだけどさいやいやいやもうさパッションフルーツの実ってなかなかこっちで見ないじゃない。いや見ないです見ないです。どうなってるか分かんないでしょ、うん、それをね前ね僕のソロツアーの時に一回もう全国各地にねもう段ボール箱2箱分ぐらいさ車に積んで各会場でさ、やったことあるんですけど、うん、みんなパッションフルーツこんななってんのみたいな、うん、それまあ見れるだけでもそうだし、うん、食べれるんだったらなおさらねなおさらね、うん、面白いよね、うん、すごい。ということで奄美大島の皆様またよろしくお願いいたします、はい、ぜひぜひ、はいね、ということですね。我々も奄美に行きたいほんとね奄美ツアーほんとに組みましょうよ、うん、ね奄美ツアー行ってねやっぱり加計呂麻島、はいまで行きたいですね、はいはい、ですね行きたいですね。加計呂麻島は素晴らしいですよ本当に。もう奄美大島のね、はいまあ、一番、まあ、笠利っていうところが一番北のところに空港があるんですけど、はい、空港からまあ大体 3,40 分で那瀬って言ってねなるほど町のところに行くんだけど、うん、そこからまたさらにまあ1時間弱南に下っていくと、はい、コニアっていうそこがまあ第二の都市みたいなね、はいまあ、東京と大阪みたいな感じになって、なるほどなるほど。そのコニアからさらに船で加計呂麻島ってとこ渡るんですけど、なるほど。もうほんとね最高。へえ。男はつらいよの、はい、ロケ地にもなってるんですよ。あ、すり浜海岸っていうのがあって、そうなんですか。そう一番最後のやつかな。へえ。あ、そうなんだ。すごい本当に。いやすごいな。そんな奄美は今日梅雨入りしたということなので、ね、梅雨が明ける頃にはじゃあ明ける頃に行きたい、ね、行きましょう、うん、ちょっと企画しましょう。ぜひぜひ中川からご一行で、はい、そうですねちょっとみんな、ね、みんなにね、ね、ってこれリスナーの皆さんどうですか水曜ラプソディ奄美ツアーみたいな感じで行きますか。向こうで収録しちゃう。実際ね島歌とか生で歌ってもらったりとかして、ね、それめちゃくちゃ面白いね。スペシャルですよやろうそれ
決定決定じゃあ梅雨が明けた頃にってね行きましょう行きましょう、はい、ということでございます。まあね、あの楽しい話が尽きないわけですけれども、うん、そうですね、どんどんコーナーに、はい、コーナー行きましょう、行きたいと思います、はい、第一楽章、はい、楽団長に聞け、はい、クラシック六角堂、六角堂、はいはい、ということでございまして、このコーナーでは毎週、はい、リスナーの皆さんから寄せられたクラシックに関する疑問に、はい、森田さんがまるで六角堂の聖徳太子かのようにズバズバと答えていくというそんな投稿コーナーですと、はい、ね、ということでございまして、今週もうねメールをいただいています、はい、ということで紹介します。なんか質問が、ラジオネーム、はい、マイケルさん、マイケルさん、はい、森田さん、はい、森重さん、こんにちは、はい、いつも楽しく聞いております、はい、ね、ということで今週の、クラシック六角堂の質問は、はい、波長調とか、はい、うん、へ長調、うんうん、あれってどういう意味なんですか。あー、なるほどですね、というようなことです、はい、まあ、音楽には、まあ、調整、まあ、キーっていうのがあって、はい、例えば、はい、あの、まあ、今言った二長調だったら、はい、二長調っていうのはあの、まあ、英語に直すと D メジャー、まあ、D のレの音をレミファソラシドレっていう音階を基本にこの曲はできてますよっていうのを示すものなんですね。なるほどなるほど。で今言ったように日本語で英語でって言ったんですけど、うん、皆さんがこう普段接してるドレミファソラシドってあると思うんですけど、ドレミファソラシドってこれイタリア語なんですよ。あ、そうなんですか。はい、へえ。で英語でいくと CDEFB なんですね。CDEFB、 はい。で、ドイツ語でいくと C D A F G A H いう風に言うんですね。なるほど。なので、まあ、例えば僕らもこう、なんかリハーサルとかしてるときにそこの C の音があって、はい、言うんですか？うん、ドの音かとかね。へえ。僕まあ、コントラバスの弦にしても、うん、上下の低い方からミラーレーソンなんですけど、はいはい、まあ、だから A、なんかちょっと急に言ったら分かんないけどね。A 線 A A D G なんですね。なるほど。だから僕らあのここはまた面白いの、うん、A で、うん、あの弦が線って線って僕ら言うんですよ。線？線、あのラインの線。はいはいはい。A 線 D A 線 A 線 D 線 G 線って。へえ。なんかねもう本当に多国籍な感じになってるんですけど。なるほど。で今お話に出たまあ波長調二長調だ。はい、はい、これ日本語でいくと、うん、ハニホヘトイロハなんですよ。お、はいはいはい、それなら、うん、まあね、順番的には我々イロハニホヘトで聞いてますけど、なんだけど、はい、ハがド、あ、うん、なんですよ、ハニレ。じゃあ何ですか、そのハ長調って言ったらドから始まる、ドからドレミファソラシドっていうのが基本になってる音楽。そだから二長調はレから始まる、レから始まる。すごい、うん。はあ、はにほへといろは一個ずつずれていく、その最初の音がずれて、うんうんうん、その分後ろもずれていくっていうことですか。はにほへといろはいろろまでか、だからしまでだね、ドレミファソラシ、うんうん、へえ、そう、それがその波長調、うん、まあ、うん、胃腸調とかって言っているもの、うんうん、そうで、なんでじゃあ、うん、なんで普通僕らね普通に考えたらイロハニホヘトじゃないですか、うん、そうですね、じゃあなんでドはイじゃないのかって話になるんですけど、うん、はい、昔はもう昔はですねラの音、はい、国際基準音って言って今でもね 442Hz のラの音っていうのが国際基準音っていうふうになってるんですよ。で昔はラから言ってたんですよ。ラシドレミファソっていうのが音楽まあ、音階の始まりだったんですよ。なのでそれに当てはめるとあとハニホヘとイだからイロハのイに来るところがラなんですよ。へラから数えるとイロハニホヘとになるんですよ。なるほど、シドレミファソ、はい、そういうことか。だからまあそうイロハニホヘとの順番、確かにその元々のラから始まるものでイが順番にはなるんだと、うんうん、じゃあそれって、うん、例えばほら演奏の前に音合わせみたいなのをしたりして、うん、はい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 、ああいう時はラを実は鳴らしたりとかしたりする。そうなんです、さすがですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、ラの音でチューニングするんですよ。そうなんですか、うん、でしかもオーボエが出すラの音に僕ら合わせるんですけど、はあ。それはなんでオーボエかっていうと、はいはい、オーボエっていうのは一番その音程が安定しにくい楽器と言われていて、
その音程の安定しにくいところにみんなで合わせていくっていう意味で今でもね、オーボエが。それは楽器の性質として。そう、楽器の性質として、うん、へえ、うん、そうか。じゃあこのラでいきますよってすれば、他のものはおのずと決まっていくと、うんうん、おのずと決まっていく。すごいはあ。でもそれだけ、いや今の言った中でも、うん、うんうん、にほうへとでしょ、7つ、うん、7つ音がある、うん、やっぱキーってのはその7つもやっぱり必要なわけですよね、うん、そうです、そうです。それはいろんな表現をするために。そうですね。でも逆に言えば7つしかないっていう言い方もひょっとしたらできるのかなと思うんですけど、まあ、あとはまあ黒鍵、まあ、ピアノでいくと黒鍵の部分、あ、ド、そっかそっか、レ、レ、ミっていう、ね、はいはいはい、うん、そうやってこう少しずらした形のものもあると。そうですね、うん、黒い鍵盤ですね。へえ、うん、まあそういうところでね。なるほど、はい、なっております。いやこんな感じいいですかね。すごい、いやめちゃくちゃ勉強になりましたいやいやいや、もうこれ、はい、堂々と堂々とね、多分これ聞いた人は、もう今日明日の飲み会で、これ、まあ、ネタになるね。飲み会のネタを作る六角堂っていう。ね、なので、ね、本当にね、六角堂っていうぐらいね、なんか皆さんね、ぜひもう本当にね、もう単純な疑問でいいのでね、どんどん送っていただきたいなと思います。そうですね、メールどんどんいただいていただければと思います。はい、メールアドレスは、はい、wed.rhapsody、はい、rhapsody、はい、@gmail.com です。はい、まあ、この番組の、基本情報欄にも載せておりますので、はい、こちらからパッと簡単にメールいただければと思います。はい、お願いいたします。はい、いやいやいや、ということで、はい、次のコーナーもいきましょう。はい、第二楽章、誰も寝てはならぬ。誰も寝てはならぬ、はい、ね、このコーナーでは、九州シティフィルハーモニー室内楽団の活動情報であったりとか、はい、森田さんと中川のキーパーソンとの対談をやっていこうというようなことで、うん、まだまだ、うん、寝かせはしませんよというコーナーでございますけれども、ね、はい、まあ、今週もね、はい、まあ、シティフィルはね、また6、まあ、5月の間はですね、まあ、5月の16日に、はい、16日明日ですね、そうですね、明日初めてね、中川市の小学校で今年度初めての公演ということでね、なるほど、15公演、はい、やらせていただくんですけど、それのまあ一発目ですね。まさかこんな早く入ると思わなかったのっていうの、バタバタバタとね。そうですね、新学期、学校の方もね、まだ始まったばっかりだと思いますけどね。本当に本当にね、行かせていただきます。はい、そうですか。これはもうだから15だから、そうですね、小中学校まで。小中幼稚園、あ、幼稚園とあと子ども館ですね、はい、に行かせていただくんですけど、うん、まあ、まあ、今回は、まあ、3人ぐらいずつでね、はい、まあ、小編成で、はい、いろんな、ね、はいはいはい、楽器をの組み合わせで今年は行ってみようということで、うんうんうん、なるほど、はい、やっぱりこういうそのお子さん向けというか、うん、子どもたちももちろんクラシックで楽しめるものだと思いますけども、そうですね、やっぱこれからはどんどんやっていきたいっていう、はい、そうですね、やっぱね、小さい代のうちからね、本物に触れていただくということで、まあ、僕自身もね、奄美大島だったりとかね、いろんなところで、はい、始めた企画でもあるんですけど、やっぱりね、こう生の音楽に触れるっていうね、はい、ところの大切さというものをですね、どんどん伝えていきたいなっていう。そうですね、はい、いや、まさにそういうことで言うと、はい、この博多南駅前ビル中市でも、はい、5月21日の火曜日、ね、はい、これは午前朝ですね、11時30分から12時までの30分間で、はいはい、0歳から楽しめる、うん、ほっと一息お気軽コンサートイン中市ということで、はい、コンサートを企画しております。そうですね、でこれまあ、まさに平日のこの朝の時間帯って、うん、まあ、例えばちょっとこう家事だったりとか、はい、いろいろなことが一段落して、うん、お昼までの時間に一休みみたいな、うん、そうですね、そんな時間にお子さんも、はい、まあ、まあ、まあ年齢関係なくみんな来ていただければってことですよね、うんうんうん、もう30分ぐらいの、ね、ショートプログラムのコンサートで、はいはい、まあ、平日の昼間にどれぐらい、ね、人が集まってくれるのかなって、ね、そうですね、もうなんか本当にもう様々な、ね、うん、世代の方々に来ていただきたいなと思うコンサートなんですけども、まあ、一般は1000円、はい、就学時無料ということで、まあ、30分間ね、はい、気ままに、ね、まあ、ゆっくり楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、ね、はい、近い距離で、そう、しかもね、火曜日はカフェルルンがね、うん、カツサンドの日なんですよ、はい、おー、うん、じゃあその後カツサンドも食べられる、食べられます、いいですね、まあね、ということでかなりこの中市に来ていただいて、いろんなことも済ませて帰っていただけるということですので、まあ、ご予約やお問い合わせはこととば中川まで、これお電話でもいいですし、中市1階のまちづくりオフィス来ていただいても構いません、電話番号は 092-710-0
2003です、はいね。まあ、この番組にメールとかいただいても全然メールでも ね、はいうん、予約ね、はい、よろしくお願いします。はい、でこれ、はい、あのお昼間はそういうコンサートやるんですけども、そうですね、夜がね、夜もねまたあると、はい、昼夜働きます。来週の火曜日は一日仕事ですね、はい、そうですね、本当ね、なんか午前昼夜、ね、ダブルヘッダーというんです ね、昭和のプロ野球みたいな感じ。本当ですよ、最近ダブルヘッダーってないですよ ね、あれなんでですか、試合数やっぱ減ったからですね。試合数減ったからかな、ね、無理やりね詰め込むのないですね。なんかあれがまたちょっと面白かったりとかしてたんですけどね、うん、ダブルヘッダーそんなダブルヘッダーです、昭和のパリーグみたいなそうそう、セリーグ少なかったね、パリーグがやたらダブルヘッダー、ね、基本はそう。いや、なんですか、やっぱ中止とかが多かったりするのかな、なんだろうね、外の球場が、ね、多いとか、そうか、ドームがないとって、そういうことかな、そういうことかな、今ドーム増えたからなんか、ね、うん、消化できるようになったのかな、多分ね、そうじゃない、何の番組だってなってきてますけども、はい、5月21日のその火曜日、そうですね、夜の部はねですね、夜の19時45分、7時45分からの会で、はい、お酒と映画とクラシック、はい、ということで、コンサートをやります、で今回は、まあ、映画音楽、映画音楽とクラシック音楽、ね、そして、まあ、お酒とというのは、そんなお酒を飲みながらそういった、ね、生演奏を楽しんでいただく、そういった企画になっております。はい、いや、これはちなみにどういう感じで、うん、まあ、曲目とかってこう今言えたりするものとかあるんですか？まあまあね、今ね、いろいろね考えてはいるんですけど、うん、まあ、クラシックはね、もうなんかこう楽器のことだったりとか、うん、楽器の説明とか、あとまあ、耳なじみのある曲をね、はい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 、実際聴いていただいたりとかっていうところと、まあ、あとはその映画音楽に関しては、うんうん、まあその、まあ、やっぱ音楽ってね、やっぱりなんかこう映画の中でもとても大事なものをね、はい、持ってるところなので、まあ、そういったところの、まあ、こう映画のワンシーンを思い出すような、ね、なるほど、音楽ができたらななんてことは思ってるんですけれども、いいですね、どんな曲をやるんだったかなっていうのね、今ねちょっとこ見ているっていう、ね、感じですけど、まあでも楽器の説明とかっていうのはもうこれまさにリアルクラシックロック活動です。そう、リアルになんかね聞いていただいたりとか ね、まああと、まあ日本の映画っていうよりはね、今回ちょっとジブリの音楽やってみようかなと思って。ああ、いいですね、ジブリの音楽とね、うん、まああとはもう例えばニューシネマパラダイス、はい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 、ゴッドファーザーとか、うんうんうん、まあ、僕の大好きなムーンリバーという映画が、いやもう最高ですね、ムーンリバーという映画じゃないよ、ティファニーで朝食っていう映画からですけど、そこで ねアパートのね上と下でね歌う、そうオードリー・ヘップバーンがね、めっちゃ最高ですよね、あのシーンギター弾きながらね歌ってるっていうね、まあそういったね、うん、往年の名作の音楽を中心にお届けしようかなと思っております。いやー、往年の名作とジブリ、だからもうこれこそ本当に年代関係なく、見ていただけるものでもあるし、ね、うんうん、まあなんと言ってもこれ結構とっつきやすいなと思うんですよ。そう、まずはね、こうとっつきやすいとか、うん、とっついてもらって、ね、まあでそれでね、シティフィルがやるミリカローで中川のコンサートだったりとか、はい、まあ、コンサートホールに足を運んでいただくっていうね、うん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 、そういった方々が増えてくれたらなっていう、ね、まあ、まさに、まあこの番組とか聞いてくださってる方はね、うん、おそらくだいぶクラシックのハードル下がってるんじゃないかなって、まだ3回目ですけどね、なんか昨日もほらいろんな人と会ってね、はいはい、なんかそんなことをね言ってくださる方もたくさんいらっしゃったので、そうですか、なるほど、やっぱりね、こうどうやって人にお金を、うん、払っていただいて、ね、音楽を聴いていただくかっていう、 そうですよね、でそれでまあ続いていって、ね、またいいものを聴いていただいてっていうサイクルですからね、うんうん、そのやっぱりねサイクルがちゃんとできないと、ただこうね公演やるだけだとね、うん、何も続いていかないですからね、そうそう、なんか事前事業だけでは続かないものですから ね、 やっぱりね、これはね、しっかり制作をして、そして、うん、それがどういうふうな、ね、働きをしてっていうね、そういうところをねやっぱりやっていきたいなっていうのは、うん、九州シティフィルでね思ってるし、ここ中川でもね、そうですね、そのまあモデルケースが中川でできることによって、うん、それがね全国に広がるような形がねできればいいななんてことはね思ってます。いや本当に、まあ、そういった中での、まあ、草の根的な活動にはなるんですけど、そうですね、ね、まあ、この夜の部ももちろん予約は受け付けております、うん、はい、お願いします、先ほど
お電話番号をお伝えしたこととば中川、はい、092-710-2003 です。この番組へのメールでも構いませんし、はい、ことば中川窓口でも、実際博多南駅のね、1階に来ていただければ、ね、もうすぐパンと予約できますんで、うん、ね、お仕事帰りとかにちょっと寄っていただいてもいいかな、うん、と思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、ということでございましてね、はい、まあ、この番組は、だんだん時間が押していくのが恒例と、そうですね、いうような今日からなんかこうタイマーが、うん、でもね今日いい感じですよ、いいね、すごいよね、うん、ということでいきましょう、はい、フィナーレザ・晩飯シック、はい、このコーナーは料理が趣味で、うん、森田食堂の屋号も持つ森田さんが、はい、早くも明日の晩ご飯とそのご飯にぴったりの一曲をご提案するという新感覚料理コーナーです、はい、まあ、料理コーナーというか、まあ、実際いろんなところでね、まあ、こう食べたものを再現するというのが好きなんですけど、はい、まあ、今ねお話ししたこう身近で、うん、まあ、今回お酒なんですけど、お酒を飲みながらとか食事をしながらクラシック音楽に触れられるっていうこういう環境ってね、うん、なんかこう中川たくさん作っていきたいなと思うんですよね。本当にそうですよね、うん、気持ちいいですからね、やっぱ聞いてると ね、 いやいやね、そういう環境があるっていう街は素敵だと思うんですよ。そう思います、ね、でね、まあ、今日はね今回僕が紹介するのはカレーなんですけど、僕ねカレー、まあ、いろんな作り方でもちろん作るんですけど、はい、まあ、結構キーマカレー的な、ほう、はい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 、そうですか、もう本当にもうひき肉をバーッと炒めて、玉ねぎとね、はい、でそれをねちょっとだけこう圧力鍋でね、うん、炊いて、必殺圧力鍋、必殺圧力鍋、うん、すぐ圧力鍋ちょっとだけ炊いて、はい、トマト缶入れて炊いて、はい、ほう、そう、まあ、そこから何味付けを変えたらミートソースなんだけど、そこにカレー粉を入れて、なるほどなるほど、うん、そうかそうか、下ごしらえはね一緒一緒だから、そこまでね、うん、なるほどなるほど、ひき肉と玉ねぎ煮るってとこまで一緒だから、そうですね、そこからカレーにするか、ね、ミートソースとかはちょっとこうあなたのご自由でみたいな感じになるんだけどそうやっぱねそのカレー、まあ、そういう風にね、はい、カレー作っていくんですけど、うん、まあカレーをもう本当に、まあここからまあ僕の料理の話はここで置いといて、はい、カレーをね食べながらクラシック音楽を聴けるっていうね素敵なお店があるんですよ。ほう、すごくない？カレーとクラシック、 お店でクラシック音楽が流れてるて、基本 BGM はクラシックで、でカレーが、カレー、カレー屋さんめちゃめちゃうまい。どこですかそれ？広島なんですよ。あ、広島、うん、広島にね、はい、一学章未完成っていうね、はいはいはい、カレー屋さん、まあ、カフェでカレー屋さんなんですけど、あるんですけどね、はい、でそこはなんとね生演奏のねコンサートもやってて、ほうほう、僕も年に2回ぐらいねコンサートをしてるんですけど、そうですか、もうねここのカレーがまた美味しいんですよ。うわ、しかもねもう普通にもうその終わった後もね、はい、もういつもカレー食べるんですけど、僕はステーキカレーっていうのがね毎回食べるんですけど、ステーキカレー、すごいでしょ、肉がステーキってこと、そう、ほうほうほう、ステーキカレーは本当にもう絶品ですよここの。そうですか、なんかねもう他のカレーも全部美味しいんですけど、まあだからそういう風なこう生演奏を聞きながら、はい、そういう食事ができててね、はいはいはい、なんか実はこうちょっとしたスペースがあるところだったらできるんですよね。ああ、そうですよね、組み合わせ的に確かにね、うん、そのまさにその最初の第1回目で室内合奏団とはって話をしてましたけど、うんうんうん、まあね編成を変えてどこへでも行けるっていうところが強みなわけだから、そういうとこでもできるわけですよね。そうなんですよね、だからいろんな楽器でね、だから今回はねもちろんその博多南駅は僕がやらせていただくんですけど、まあうちのメンバーだったりとかね、うん、いろんな形でのコンサートっていうのも展開していきたいと思いますし、そうです、ね、まあ、あとはこのこれをお聞きになられてる、まあ、例えばまあね、うん、飲食店の方だったりとかカフェだったりとか、まあ、パン屋さんとか、うん、何でもいいんですよ、うんうんうん、うちちょっと広いスペースあるな、ここでできないかなとか、ねえねえ、そうですね、ねえ、まあ、この間もね美容室で、はい、ヘアアリーさんでね、うん、やったりしたんですけど、確かにね気軽にねご相談いただければ、ね、気軽になんかね、うん、相談いただけたらなんかできるなって、まあ、ちょっと見に行ってなんか、そう、場所見てここだったらこんな感じできますね、そうそう、ね、まさにねそういう感じでできるんじゃないかな、いいですねそれは、うん、どんどん広げていきたいなと、そんな未完成のような、はい、そう一学章、そうそうそう、なんかね一学章未完成でね、はい、そこのお店は本当にカレーと、いやーすごい音楽いいですね、いいでしょ、ね、そんなお店中川にももっとたくさん欲しいです ね、はい、ね、まあ、今度ぜひ広島も行きましょう、行きましょう、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでここで、はい、曲なんですよね、そうですね、ね、まあ
すごく、まあ、流れ的にあれなんですけど、はい、シューベルトの未完成の第一楽章。なるほど。いやもう完璧に、あ、もうね、繋がってはいるんですけど、ね、まあね、その名前を聞いて、うん、やっぱみんなどういう曲なんだろうと思ったと思う。そうそうそう、未完成、この未完成だけがその店で流れてるわけではない、ね。ええ、全然全然、いろんな曲が流れてる、はい、もちろんもちろん、うん、ですよね、うん、ずっと未完成ってことではない。そうそうそう。まあ、このシューベルトの、ね、未完成っていうのも面白くて、うん、後継曲第7番なんですけど、はいはいはい、あの未完成って言うぐらいで、実はもう完成してないんですよ。完成してないのか、それで完成だったのかもわからないんですけどね、本当は。あ、本当は交響曲って4楽章あるんですよ、はい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 、4楽章に分かれてるんですけど、はい、この未完成は2楽章までしかないんですよ。なるほど。でこれが交響曲第7番、はあはあ、で交響曲第8番がグレートという曲があるんですけど、これはちゃんと交響曲の体を成してるんですね。なるほど。じゃあなんで7番だけ、はい、2曲だけって未完成だったのかな。じゃあ副題っていう、そういう風に作るんですよね。へえ、そうなんだ。そう、あれはだから本人がつけてるとかではないんですね。いや、もうそれはもう後からの人です。後からの人がね、うん、それは意外と知らなかったなと思って。 そうかそうか、後の人が多分これは未完成なんじゃないかと思って未完成とつけていると。そうそうそう。でもそういう学者の中で、いやこれは実は完成されてるものだっていう人もいれば、いやいやこれは未完成でしょっていう。そうか、そこの論争はあって。そうそうそう。それ、これでもこれは完成されているとなったら、うん、その未完成っていう名前は変わることもあり得る。もちろんそうなんですよ。だからあとはその番号、あのシューベルトの交響曲の後半の方って結構番号変わってるんですよ、はい、へえ。昔はだからシューベル未完成8番だったりとかね。なるほどなるほど、うん、したりとかするので。そうか、いやすごいな、それまたあれですね、うん、クラシック六角堂でちょっとちょっとね、お聞きしたいですね、はい、ぜひぜひ。曲の番号、番号なんでどうやってみたいな話とかね、どういう風に名前ついたのみたいな。すごい、なんで運命なのみたいな。めちゃくちゃ我々詳しくなる。僕も詳しくなる。いや、ということで、はいね、時間もやってまいりましたので、はい、今日は、シューベルトの未完成第一楽章をお聞きいただいてお別れということになります。またね、来週はコンサートもありますんで、うん、そうですね、はい、ぜひ来ていただければと思いますので、お願いいたします。よろしくお願いします、はい、では皆さん、さよなら、はい、さよなら。
はい。